前来た時はここまで混雑してなかったのに。お祭りか何かかな。あ、ゲベンタワー、相変わらず高いな。てっぺんが霞んで見えないよ。あ、いけないいけない、観光に来たんじゃないんだ。旅館は…よっ、久しぶり。あれ、なんで、なんであんたがここにいるのよ。あんたの噂聞いてお祝いしてあげようと思ってさ。政治に転職したんだって、おめでとうさん。あ、ありがとう。っていうか、そんな大声出さないでよ、恥ずかしいな。なんだ、私が声かけられたんじゃなかった。おごっちゃうよ。それは嬉しいけど、だからもう少し声抑えてよ、みんなこっち見てるじゃない。もうほら、いいから早く来なさいよ。ウィザードの人と政治の人、転職か。あ、いけない、またやっちゃった。早く依頼の報告に行かなくちゃ。旅館は…ごめんください。はいはい、いらっしゃいませ。ゲフェン唯一の旅館、イフリートへようこそ。お部屋？それとも食事？今ちょうどスープが出来上がったところなんだ。おいしいよ。ああ、いえ、違うんです。こちらに宿泊してるオネストさんにお届け物で。あら、そうなの、残念。じゃあどうぞ上がって。はい、お邪魔します。確か2階だったよね。ちょっと、それどういう意味？え、どういう意味？その通りの意味だけど、あなたには無理よ、ミエリー。少なくとも今のあなたには逆立ちしたって無理ね。んなもん、やってみなきゃわかんないでしょうが。経験則って言葉知らないの？これまでの経験から考えて試してみるまでもないわ。どうしよう、喧嘩だ。ふんだ、そっちこそまぐれとか偶然とか超ラッキーってことは知らねえのかよ。胸張って言うことじゃないでしょう。そんな幸運に頼るのならなおさら結果は見えているわ。また痛い目を見るのが嫌なら身の丈に合ったモンスターを狙いなさい。そんなちまちましたことやってらんないよ。私はね、一気にドカーンとレベルを稼げるような、そういう冒険がしたいの。ふん、愚かね。なんだと？どうしてこの人たち階段で喧嘩してるの？どうしよう、これじゃ2階に行けないよ。だったらあんたはどうなのさ、ロレッタ。どうって、何がどうなのよ。私にそんだけでかい口叩くくらいだから、あんたは当然できるんだよね。当然よ。私はあなたとは違うわ。きちんと計画を立てて、作戦を練って、それから行動するの。成功の確率を最大限に高めてから行動するんだから、成功するのは当然の結果だわ。すみません、ちょっとどうして。ふざけんじゃないわよ。あんたにできて私にできないって、そんなわけないじゃん。レベルそんなに変わんないし、冒険者になったのだって同時でしょ。歩んできた道が違うもの、二人の間に差がつくのは当然じゃない。そうですか。私よりもあんたの方が力が上だって、そう言いたいわけね。率直に言えばその通りよ。いい度胸してんじゃない。あのいいこと教えてあげる。あの私前からあんたのことムカついてたんだよね。偶然ね、私も同じことを思っていたわ。待ってください、こんなところで喧嘩したら旅館の人に迷惑が。あんたは黙ってな、挟まないで。ごめんなさい。だったらちょうどいいわ、今ここで決着をつけようじゃないの。望むところだわ。少しお灸を据えてあげるから泣いて反省しなさい。この野郎。ちょっと、あんた何や
お客様、大丈夫ですか？いった、頭割れるかと思った。ミエリ、あなたね。なんだよ、私のせいだ。なに、どうしたの？ないよ、お届け物が、写真の入った封筒が。あの、お客様、今スープ皿の中に何か飛び込んできましたけど、ひょっとして、何、私らなんかやばいことした？なんでこんなタイミングでスープなんて運んでるのよ。そう言われても、私はただ3階の客室に運ぶ途中で。じゃあまさかスープ弁償とか？ミエリ、今それどころじゃないでしょ。仕方ないでしょ。この場合、謝罪は必要不可欠よ。不始末の責任を取るのは当然だもの。あの、さっきはありがとうございました。一緒に来てもらってすごく心強かったです。ああ、気にしない。一緒にくっついていって頭下げるくらいお安いご用よ。偉そうに胸を張るんじゃないの。そもそもの元凶のくせに。何よ、私一人が悪いっての？自分って突っかかってきたくせして。まあ、この人たちすっごく仲が悪いみたい。悪い人じゃなさそうだけど、ちょっと怖いかも。まあでも、相手が心の広い子で助かったよね。そうですね、笑って許してもらえてよかったです。写真を封筒に入れておいたのは正しい判断ね。スープが中まで染み込む前に従業員さんがすくい上げてくれたわ。ちょっとだけ写真に匂いついちゃいましたけど。美味しそうな匂いだって、あの子喜んでたじゃん。災い転じてなんとかってやつよ。あなたは本当にお気楽でいいわね。お待たせ、タンの盛り合わせの人は？はい、私、そのお皿、多分私のだと思う。グリーンサラダね。はい、どうぞ。で、あなたはこれね。はい、私です。ありがとうございます。注文は以上ね。足りないものはあるかしら？うん、食後にフベルゲルミルのお酒をお願いします。フベルゲルミルの酒を食後ね。毎度あり。あの、先ほどは本当にすみませんでした。スープ、ああ、さっきのあれね。いいの、スープはまだ奥にいっぱい作ってあるんだ。おかわりもできるから、よかったらたくさん飲んでってね。はい、ありがとうございます。じゃあスープが冷めないうちに食べましょうか。そうですね。いただきましょう。いただきます。うまっ、この茹でサソリバカうまっ。ミエリー、初対面の人と同席してるっていうのにお行儀が悪いわよ。ねえ、あなたクリームサンドイッチだけで大丈夫なの？はい、平気です。あんまりお腹空いてないですし、スープもありますし。でも栄養偏るわよ。私のサラダ、よかったら少し食べて。ああ、私のも食べなよ。このゆでサソリ、超うまだからさ。すみません、ありがとうございます。よかった、やっぱり優しい人みたい。今まで一緒に冒険してたのは年上の人たちだったから、こうやって同い年くらいの人と話してるとなんだか新鮮だな。あ、でもサソリはちょっと。そういえば、ちゃんと自己紹介してなかったわね。私はロレッタ。見ての通り、セイジよ。私はウィザードのミエリ。よろしく。こちらこそ、よろしくお願いします。私、ヒナです。マジシャンです。
ひなさんね。よろしく。マジシャンか。懐かしいね。昔を思い出すな。懐かしむほど昔じゃないでしょ。ベテランブラナイの。冗談だよ、冗談。あの、お二人はお友達なんですか？友達っていうか、腐れ縁？一応、幼馴染になるのかしらね。小さい頃からの付き合いだから。はあ、一応、ですか。こいつ、昔っから私に突っかかってくるのよね。もっと真面目にやれとか、ふざけるなとか、ふらふら遊び回るなとか、ちま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 。あなたがふらふらしてるのが悪いんでしょ？私にちまちまお説教されるのが嫌なら、私のように規則正しい生活をすることね。ほら、また始まった。あんたみたいな堅苦しい生活するくらいなら、ロッタフロックと生活する方がマシだよ。なんですって？落ち着いてください、二人とも。今はお食事中ですから。そうね。私としたことが。怒られちゃった。やっぱり仲悪いんだ。この二人。どうしよう。気まずいよ。そうそう。ひなのその髪飾り、かわいいね。そのヘアピン。これですか？そうそう。私もさっきからそう思ってたわ。そのハートのヘアピン、サンゴかしら。はい。ありがとうございます。これ、思い出の品なんです。プロンテラで会った友達に、作るの手伝ってもらって。へえ、いい友達だね。はい。じゃあ、そのお友達と一緒に冒険しているの？いえ、それが。え？ちょっと事情があって。今は一人で冒険してるんです。事情？はい、ちょっと悩んでることがあって、それについて相談してみたら、私は力になれない、少し離れて考えてみるのがいいんじゃないかって言われてしまって。そうなので、その悩みってどんなの？ミエリー、初対面の人にそんな立ち入ったことを聞くのは失礼よ。いいえ、あの、もしよかったら、お二人にも聞いていただきたいんです。私の悩み、会ったばかりでずうずうしいかもしれませんけど。まあ、ひなさんがそう言うなら。ありがとうございます。遠慮しないで話してみなよ。この私にかかれば、どんな悩みだってパパーっと解決しちゃうよ。ミエリー、無責任なこと言わないの。んで、悩みって。はい。実は、私、レベルも上がってきて、そろそろ転職しようかなって思ってるんですけど。うん。ウィザードとセージ、どっちに転職すればいいのか、決められないんです。ほうほう。それでそれで？ミエリ、少し黙ってなさい。それぞれの特徴とか、スキルとか、いろいろ勉強してみました。でも、やっぱりよくわからなかったんです。私がどっちになりたいのか、どっちの方が私に向いてるのか、そもそも、本当に転職しちゃっていいのか、それもわからなくって。私、弱虫で優柔不断だから、物事を決めるのが苦手なんです。私一人で悩んでたら、どうしていいのかわからなくって。それで、他の人の意見も聞いてみたいと思ってたんです。なるほど。確かに深刻な問題ね。セージとウィザード、どちらに転職するかで、その後の職業まで限定されてしまうもの。これは、悩むべきところだわ。そんで、ヒナの友達は、少し離れて一人で考えろって言うんだ。なんか冷たくない？それ。いえ、違うんです。その人はマジシャン系列の人じゃないから、自分の意見は参考にならないだろうって、そういう意味で言われただけで。ま、そりゃそうか。同じ系統の、
できれば年齢の近い人に話を聞いてみたらいいんじゃないか。実際のウィザードとセージの人に会ってみれば、それぞれの職業がどんな感じかよくわかるだろうって。年齢の近いウィザードとセージ、それってバッチリ私たちのことじゃん。はい、そうなんです。それでお二人に聞いてみたいんです。ウィザードとセージそれぞれの長所とか、実際に転職してみてどうだったとか、そういうことをお聞きしたいんですけど、どうでしょうか。なるほど、話はよくわかったわ。そうね、私たちの話がどこまで参考になるかはわからないけど、ひなさんの決断の助けになるのなら喜んで。んなもん、ウィザード一択で決まりじゃない。え、はい、やっぱウィザードでしょ。ウィザード、強力魔法でズガーンと一撃必殺、敵を完膚なきまでに粉砕。他の職業じゃこの爽快感は味わえないもんね。そうなんですか。セージなんてやめやめ。何、バカみたいに重くてかさばる本とか持っちゃって、何十回もポコポコ殴ってあげく、ラッキーオートスペル発動だとかって、小さいダメージで喜んじゃってさ、役立たずもいいとこじゃん。ミエリ、セージなんてね、性格の悪いねちっこい女が選ぶ職業だよ。やっぱり冒険の醍醐味って言えば魔法。せっかくマジシャンになったんだから、あたしと一緒にボーカスかでっかい魔法使って戦おうよ。ね、ヒナもウィザードで決定。あの、私まだ。ミエリー。あれ、どうしたんですか、セージのロレッタさん。こめかみのところがヒクヒクしてますよ。ミエリー、あなたヒナさんの話をちゃんと聞いてたの？セージとウィザード、決断の参考となるよう、それぞれの長所を上げてほしいって言ったのよ。あなたの自慢と皮肉が聞きたいわけじゃないわ。あの、私…それに、セージが役立たずだなんて聞き捨てならないわね。なんでよ。役立たずを役立たずって言って何が悪いの？ミエリー、あなたさっきの議論をもう一度蒸し返したいのね。セージはね、ウィザードみたいな攻撃一辺倒の乱暴な職業じゃないのよ。魔力が秘める可能性を存分に引き出すことができる有能な職業なの。豊富な補助魔法を扱うことができるのがその証拠だわ。だからといって攻撃力をおろそかにもしていない。確実性と応用力を考えれば、ウィザードよりもセージの方が優れているとすぐにわかるはずでしょ。ロレタさん、それに運にばかり頼ってるのはあなたの方じゃない。いつもいつも魔法の詠唱に失敗して私に尻拭いをされているのはどこの誰かしら。そんな調子でよくミノタウロスを相手にしようだなんて言えるものね。ロレッタ、あんた喧嘩売ってんの？先に挑発してきたのはあなたでしょ。あの、何よ。どうしよう、私のせいでまた喧嘩になっちゃいそうだよ。どうにか話題をそらして。あのミノタウロスというのは？ああ、さっき階段でやり合ってた話よ。ピラミッドダンジョンにいるミノタウロス程度なら自分一人で軽く倒してみせるってミエリが言い張るものだから。へえ、すごいですね。まあね、私の実力をもってすれば簡単な。無理ね。今のあなたにミノタウロスの相手は無理よ。自分一人で勝てるだなんて思い上がりも甚だしいわね。なら、あんたは倒せるっつうの？確実とは言えないけど、多分ね、自信はあるわ。少なくとも、あなたよりも私の方がミノタウロスを倒す確率は高いでしょうね。なわけね。なんだよ、人のことバカにしやがって。あんたにできることが私にできないわけないだろ。私は事実を口にしているだけ。現実を突きつけられて逆ギレするのはやめなさい。みっともないわよ。みっともないのはあんたの足でしょうが。そんなに太ももベロンと見せびらかして恥ずかしくねえのかよ。足の表面積はあなたも大差ないでしょ。それを言うなら
あなたのそのブカブカの帽子はどうなのよ。すぐにずり落ちてきてみっともないからないわ。あのお二人とも落ち着いてください。そもそもその食事は何なの。ゆでサソリなんて君の悪いものを注文してしかも人に勧めるなんて神経を疑うわ。あんただって酒弱いくせにカッコつけて注文すんじゃねえよ。この間ユウの吐息飲んでぶっ倒れたの忘れたのかよ。はあ、なんだか全然関係ない喧嘩になっちゃってる。あのロレタさん、ミエリさん。え、私提案があるんですけど聞いてもらえませんか。提案ですって。はい、あの先ほどミノタウロスのお話をされていましたよね。明日3人で一緒にピラミッドダンジョンに行ってみませんか。そして実際にミノタウロスと戦ってみるんです。え、実際に戦う。私お二人がミノタウロスを倒すところ見てみたいです。リザードとセイジの戦い方を実際に見てみれば転職の参考にもなりますから。それは確かにそうね。その通りだわ。そうよね。ここで言い争っても結論出ないし、白黒つけるには実際に戦ってみるのが一番かも。ミエリもこう言ってるし、いいわ、賛成よ。明日みんなでピラミッドダンジョンに行きましょう。はい、ありがとうございます。よかった、どうにか喧嘩収まったよ。相談にも乗ってもらえたし、普通にしてれば怖い人じゃないみたい。この二人と知り合えてよかったな。さてと、話もまとまったし食事を続けましょうか。料理冷めきってるけどね。あそこが階段ですね。ようやく地下2階に行けます。あっちゃー、もうお昼過ぎちゃってるじゃん。腹減ったな。そうね、誰かが寝坊したせいで出発が3時間も遅れたものね。あんただって二日酔いだとかって食堂で頭抱えてうなってたじゃん。普段は冷静ぶってるくせに肝心なとこで抜けてるよね。あのお二人とも喧嘩してる場合じゃないですよ。そうね、フロアが下がると敵も強くなるから気を引き締め直さないと。分かった、この階段を降りれば地下2階です。さあ行きましょう。着いたわ。いよいよですね。お、ひな張り切ってるね。はい、なんだかワクワクします。まずはミノタウロスを探しましょう。探すまでもないようよ。はい、ひな、後ろ後ろ。え、後ろ。ああ、ひな落ち着け。ひとまず階段まで戻りましょう。はい。はこっちだよ。急に大声出すんだもん。すみません、私慌てちゃって。まあ仕方ないわね、ミノタウロス大きいから。もう大丈夫です、落ち着きました。本当に無理しなくていいのよ。はい、本当にもう平気です。私一人だったらきっと泣き出しちゃってたと思います。でも今日はお二人が一緒だから心強いです。ピラミッドダンジョンは初めてですけど、みんな一緒だから怖くありません。私らも初めてだよ、ここ来るのは。え、行ってなかったかしら。上のフロアまでは何度か来たけど、地下2階まで降りたのは今日が初めてなのよ。それじゃあ
ミノタウロスと戦ったことは？ううん、一度も。さっき初めて実物を見たわ。想像してたよりも大きいのね。へえ、あんなに自信満々だったから、きっと何度も戦ってるんだと思ってたのに。さて、ここで議論していても仕方ないわ。だな。ヒナ、私の魔法がミノタウロスをギッタンギッタンにするとこ、その目でしっかり見てるんだよ。待ちなさい、ミエリ。まだ順番を決めていないわ。順番？そうよ。ミノタウロスを相手にするのはあなただけじゃないんだから。まずはあなたと私、どちらが最初に戦うかを決めましょう。ちぇ、めんどくさいな。いいから、さ。分かったよ。最初はグー、じゃんけんポリ。負けた。じゃ、先に行かせてもらうわね。ロレタさん、頑張ってください。ありがとう、ヒナさん。セイジの戦いっぷり、しっかり見ていてね。はい。ふっ、無様に失敗するとこ見て、指さして笑ってやるから。そんなこと言っちゃダメです、ミエリさん。あ、始まりますよ。はーい。やっ、早い。あのバカ重い本で、攻撃できるわね。安心するわ。つーやっ！あった！大振りすぎて当たらないわ！やっ！はっ！すごいすごい！ロレッタさんすごいです！よし、発動！今のは？なるほどね。ミノタウルスは火属性のモンスターだから、オートスペルのコールドボルトで追加ダメージを狙ったわけか。けど、あいつの攻撃力じゃ。ええい、しっといわね。まだ倒れないの？ガッツン！ハッハッ！あのバカ、ぼーっと突っ立ってたら。あ、ロレタさん、危ない！ユーカルミ、今度は私が相手だよ。ミエリさん、頑張ってください。シャッキーン。 あれ、なんで、どうして、探検？どーにゃーん。ミエリさん、探検で戦ってる。リザードなのに、どうして？えい、まっさにくたばれっつうの。このえふっふっ。やっぱ大型モンスターは探検の歯が通りにくいな。うわぁ、うわぁ、ミエリさん。うわぁ、うわぁ、やば、このままじゃ追い詰められる。こんなりゃ魔法で、もうガストだ。ミエリ、ミエリさん、危ないです。ミノタウロスが目の前に。ミエリ、うわぁ、ロレタさん、ミエリさん、いきなり飛び出してくるんじゃないわよ。危ないでしょうが。何言ってるの。私が飛び出さなかったら、今頃あなたの頭が潰されてたわよ。とにかく、今は私が戦ってんだから、余計な手出ししないでよね。なんですって？それが命の恩人に向かって言う言葉？恩人つうなら、さっき私だって。やばい。
だった。ありがとう、ひなさん。おかげで助かったわ。おお、さらに赤ポーションまでくれるなんて。オンに切るよ、ひな。ミノタウロスの凍結が解ける前に急いで回復しなくっちゃね。二人とも、え、ひなさん、今何か言った？言葉もないわ。それにミヤリさん、話が違いすぎます。どうしてウィザードなのにいきなり探検で戦っちゃうんですか？それはそのウィザードは強力魔法が魅力だってあんなに言い張ってたじゃないですか。魔法を使えばこのミノタウロスも一撃で倒せて危ないことにならなかったかもしれないのに。だってさ、ちまちま呪文を詠唱すんの面倒なんだもん。一応魔法も使えるんだよ。けどさ、時間かけて詠唱してるとなんかイライラしてきちゃって。で、どうせ探検も持ってんだからこっち使っちゃった方がいいやって。もともと体使うの嫌いじゃなかったんだよね。で、肉弾戦ばっかり鍛えてたらいつの間にかこっちが得意になっちゃった。でもそれってあんまりウィザードの意義がないような。ミエリにそんなこと言っても無駄よ、ひなさん。ロレッタさん、この子は昔からそうなの。気になることがあったら一直線に向かって行って、後のことなんて何にも考えない。一緒にマジシャンになったのはいいけど、ミエリは魔法の技術も磨かずに物理攻撃ばっかり。モンスターとの戦いでもミエリは周りのことなんて気にせず攻撃一辺倒。やることが極端で危なっかしいのよね。ロレタ、あんた。だから私は補助魔法をたくさん覚えてミエリの隣でサポートしてやろうって思って、それで聖司に転職したの。なのにこの子ったら。ウィザードになったのはいいけど、相変わらず魔法はそっちのけで探検ばかり振るって。少しは周囲のことも考えてほしいわ。私はそのミエリさん、あんたの戦い方は見ていてイライラすんのよ。さっきだってミノタウロス相手にちまちまダメージ与えるだけで自分が先に攻撃疲れしちゃってんじゃん。昔からそういうとこあるよね、ロレッタは。遠回りで着実な方法を選ぶっつってもさ、それって絶好のチャンスをみすみす逃しちゃうってことにもなるよね。あんた、いつもそうやってそんなことばっかりしてきたじゃん。だから、私は、あんたがうだうだやってる間にピンチになったら、私が魔法一発で助けてあげられるかもって。それで、強い魔法をたくさん覚えられる、ウィザードになったんだよ。ミエリ、そうだったんですか。それにしたって、詠唱が面倒だからって毎回探検で戦ってたら魔法一発で逆転なんてできないでしょ。言ってることとやってることがちぐはぐじゃないの。だからそれは現時点では呪文唱えてるよりも探検の方が強くて手っ取り早いんだからしょうがないじゃん。あれ、ひなはどうしたの。ひなさん、急に笑い出して。なんでもないです。ミエリさんもロレッタさんも二人ともお互いのことをよく分かってて、足りないところを補うためにそれぞれの職業を選んだんだ。喧嘩ばっかりしてるけど本当は二人ともお互いのことが大好きなんだな。ねえ、今何か聞こえなかった？何かって？何の音かしら。うわっ、やばっ。あ、氷が割れちゃう。フロストダイバーの効果が切れるんだわ。もうすぐ動き出すわよ。
するのじゃないでしょう。私が先に戦うって約束だったじゃない。後から割り込んできたって。お二人とも落ち着いてください。誰が倒すとかもうどうでもいいです。お二人とも怪我してますし、ここは三人で協力して戦うべきです。それもそうね。賛成だわ。わかったよ。で、どうすりゃいいんだ、ヒナ。ですね。あれ、なんだか私がリーダーみたいになっちゃってる。いいのかな、それで。でも、あれこれ迷ってる暇ないし。思い切ってやってみよう。ミエリさん、カグマイアでミノタウロスの攻撃速度を下げてください。オッケー、了解。カグマイア、氷が砕けたわ。あいつが動くわよ。ロレッタさん、ミエリさんの武器に水属性をつけるフロストウェポンを。わかったわ。フロストウェポン。よし、私もセーフティーボール。結界か。サンキューヒナ、ロレッタ、これで100人力だ。ヒナさん、セージとウィザードのスキルに詳しいのね。驚いたわ。勉強しましたから。おりゃやった、当たりました。水属性効いたようね。苦しんでいるわ。そんなのろまな攻撃が当たるかよ。これで大丈夫でしょうか。効果はあったけど、まだ威力が弱いわね。やっぱりミエリの探検じゃ相性が悪いみたい。それじゃあ、次の作戦に移りましょう。ミエリ、一旦下がって。うん、わかった。ヒナさん、あいつを石化して。石化、はい、ストーンカーズですね。でも、あれって。私に考えがあるの。言う通りにして。わかりました。ストーンカーズ。効いたみたいです。石化するまで時間がかかりますよ。大丈夫、カグマイアで動きが鈍ってるから。ヒナさん、こっちの準備が終わるまであいつを足止めしておいて。はい。ミエリ、あなたはファイアーピラーよ。ファイアーピラー、あれって罠じゃん。そういうズルっぽいのは私好きじゃないんだけど。いいから早く。ファイアーピラーなら栄翔いらないでしょ。置けるだけ置いて。わかったよ。置けばいいんでしょ、置けば。こんなもんでいい？ロレッタ、上出来よ、ミエリ。仕上げにボルケードで火属性の効果をアップ。おお、これで準備は完了。あとはライトニングボルト。ヒナさん、お待たせ。ロレッタさん、もうすぐ石化が終わっちゃいますよ。その前に蹴りをつけましょう。あのファイヤーピラーにあいつを叩き込んでやるの。ファイヤー？でもミノタウロスは火属性だから炎攻撃は効かないんじゃ。そのためのストーンカースよ。わかるでしょ。そっか、石化してる間は地属性だから。やつにもダメージを与えられるってわけか。ドレタ、冴えてるな。でも叩き込むってどうやって。私に任せて。ミエリ、どうするつもりよ。いいから見てなって。こんやろ、マグナムブレイク。ミエリさん、今の。ざっとこんなもんよ。で、まだ生きてんの。しぶといわね。ミエリ、何よ今の。あなた一体。話は後、あいつにとどめを刺してから。そうね。じゃあ最後はコールドボルトよ。3人で同時に行きましょう。はい、せーの、コールドボルト。
しぶといやつよね。ミエリー、何よさっきのあれ。ん？あれって？とぼけないで説明しなさいよ。なんであなたあんな。そうでした。さっきのあれってマグナムブレイクですよね。どうしてミエリさんが？これよ、これ。これってそれ、タレエドガじゃない。タレ？タレエドガ。マグナムブレイクはソードマンのスキルだけど、これ装備しとくと私でもマグナムブレイクが使えちゃったりするのよ。すごいでしょ。いつの間にそんなアイテム手に入れたのよ。しかも私にも内緒で。いざって時に見せつけてあんたを驚かせてやろうと思ってさ。相手がミノタウロスだから今日は使うことないと思ってたんだけどね。その帽子、衣装装備のマジックアイズだったんですね。びっくりです。この帽子の方がウィザードっぽく見えるでしょ。だったらサイズくらい合わせなさいよ。ずり落ちちゃってみっともないたら。さてと、目的も果たしたし帰ろっか。腹減った。はい。オアシスの空気は爽やかでいいわね。湖面を渡ってくる風が心地いいわ。もう夕方じゃん。あっちゃー、ミノタウロス相手にこんなに時間かかるとは思わなかったよ。疲れました。少し休憩してからモロクの町に移動しましょうか。ここは景色もいいし、しばらくのんびり過ごすのも悪くないわ。うん、そうだね。そうしよっか。あの、今日は本当にありがとうございました。ん？何よ、いきなり改まって。私のわがままのせいでお二人を大変な目に遭わせちゃって、なんだか私申し訳ないです。何言ってんのさ、そんなの気にするなって。そうよ、ひなさんのおかげで勝てたようなものだし、それに自分を見つめ直すいいきっかけになったわ。そうそう、なんか最近初心を忘れてるっぽいところがあったからさ。なんつうか、大事なことを思い出させてもらったよ。ありがとう、ひなさん。そんなお礼なんて。私ら案外いいチームだと思うよ。一緒に戦ってる時すげえ楽しかったもん。そうね、私とミエリだけだとすぐ喧嘩になってしまうから、ひなさんが一緒にいてくれるとすごく助かる。そうでしょうか。これまでずっと私はシーラさんやキルシさんに助けてもらってばかりだったけど、こんな風に年の近い人たちと一緒に助け合いながら冒険するのも楽しいものなんだな。それでどう？私たちの戦いぶり参考になったかしら？はい、参考にはちょっとならなかったです。まあそりゃそうだよね。でもすごく勉強になりました。あら、そう？はい。みんなそれぞれの理由で冒険を始めて、それぞれの理由で職業を選んでるんですよね。それにどんな冒険をするか、どのスキルを伸ばしていくかもみんなそれぞれ違う。マジシャンだからって魔法に頼らなくてもいい。自分のやりたいことに合わせてスキルを伸ばしていけばそれでいい。自分の道を極めるのが目的でも、他の誰かを助けるのが目的でもいい。選択肢は2つだけじゃなく無限にあるんだ。私そんなことをお二人に教えてもらいました。そんな大したもんじゃないっつーの。それなら3人ともいい経験ができたってことね。はい。ロレッタさんはミエリさんの得意なこと不得意なことをちゃんと知り抜いてて、戦闘中に適切な指示を送ることができた。そしてミエリさんは
自分の欠点を補えるような切り札を準備して自分とロレッタさんのピンチに備えていた。二人ともお互いのことを知り抜いてて、お互いに助け合えるような冒険者になってるんだ。私もいつか誰かとそんな関係になれたら。どうしたひな、ぼーっとしちゃって。はい。ひなさんは考えてたのよね、未来の自分がどうなってるか。そうですね、そう言えると思います。んじゃ、決まった。ウィザードとセージ、どっちに転職するか。ミエリー、それは違うでしょ。ひなさん、あなたがこの先どんな冒険者になりたいか決まった？はい、私決めました。私がなりたいのは